はい、です。今回なんですけれども、毎週恒例のこちらの企画やっていきます。今週の選手 SBC 評価ということで、やっていきたいんですけれども、まあ、毎週木曜日に、週に一度、この週に来た選手 SBC を、自分の独断と偏見で評価して、皆さんに、作るか作らないか共有していくっていう、企画になっております。ぜひ参考になれば幸いです。で、今週はね、もうブラックフライデーが始まって、もうすでに終わろうとしてますが、まあ、今週すごかったですね、本当に。今回ね、フラッシュバック SBC とかもう期限終わっちゃって、ちょっと見せれないんですけど、そのフラッシュバックの選手に関しては最後のね、作ったか作らないかの、やつで紹介しようとも思います。ただ今週はね、選手 SBC 自体そんなに量は多くなかったですね。まあ、ただイベント自体がすごかったんで、過去一のブラックフライデーだったんじゃないかなとは思います。めちゃくちゃ自分も5万近く課金しちゃいましたね。はい。ということで、早速本編の方入っていきましょう。レッツゴー。はい、ということで早速やっていきましょうということでね、ちなみについさっきまでね、配信しておりまして、まあいろいろねアイコン世界旅行とかやってたんですけど、まあ多分これ見てる方はねあんま関係ない話ですけど、配信いっぱいしてましたということで、直後ですね本当に。まあちょっと楽しい配信だったんですけど、まあ今週はね、あれさっき登録したのに、こんな感じか。はい、ということで、今週はバラックとかラームとか、まあアイコンが4名かな。で、現役が4名ですかね。はい。で、まあ、ここにいないね、やつはすでに作ってるんですが、一旦、今週は9名ですね。見ていきましょうということで。まず1人目、バラックですね。身長188センチの役割意識がハイハイ、スキル4、逆足4、右利きかなり長いとなっております。で、サポジにキャムができますね。で、能力詳細と、プレイスタイルに関してはこんな感じです。で、すでにね、バラックに関しては、1勝しておりますので、プレイスタイルが、追加されて、このピンパス、的確なパスが追加されております。で、パワーシュート、パワーヘッダー、パスカット、エアリアルとなってますね。まあ、プレイスタイル自体は、インターセプト持ってますし、優秀ですね。この強パスもついたことによって。すごく優秀な中盤の、プレイスタイル持ってるかなとは思います。で、能力詳細見ていくと、まあ、能力自体はね、すごくバランス良くて、ザ・ボックスタイプみたいな中盤にはなっているんですが、まあ、やっぱドリブル、バラックは、このアジバラが低いっていうのと、ドリブル値も81しかないので、でかつ身長188センチなんで、結構、重いっすね、使用感。例年のバラックは重くて、なかなか動かしづらさとかあったんで、まあ、どっちか瞬足とか迅速とか、テクニカルとか、何かしらドリブル系も持ってたらね、まだマシだったかなとは思うんですが、ドリブル系も今回プレイスタイルついてないので、まあ、ドリブルはめちゃくちゃ重いんじゃないかなとは思います。はい。まあ、それ以外はね、本当にシュートも88あって、パワーシュートもあるし、で空中戦は一応エアリアルとパワーヘア持ってるんで強いと思いますし、まあ、それ以外は本当にめちゃくちゃいいと思います。ただ今作やっぱりドリブル重い中盤ってなかなか難しいっていう方多いと思うんで、そこがどうかなとは思いますね。まあ、でかくてフィジカル強い系のボックスタイプ欲しいみたいな方だったら全然ありかなとは思います。で、作るか作らないかに関してなんですが、今回は自分は作らないでいこうかなとは思います。さすがにね、中盤、まあ、後ほど紹介するフレンキーだったりとかもいますし、まあ、ベリンガムとかの方がまだまだやりやすいですし、まあ、無理して作る必要ないかなって。コスパがね50万なんで、コスパもそんなに良くないかなと。他の選手でもうすでにこのブラックフライデーでかなり値段下がっちゃったんで、ほとんどの選手が。なのでまあ全然そこら辺考えたら作んなくてもいいかなとは思います。素材がねもし余った方とかは全然作ってもいいかなと思いますね。はい。まあおすすめはさっき自分が配信でもやってましたが、ベースアイコン引いた方がいいかなとは思います。正直素材余ってもね。はい。ということで、バラック以上です。次に、ラーム見ていきましょう。ラームですね、身長170センチの役割意識がハイハイ、スキル3、逆足3、右利き、爆発的となっております。でサポジに右ウィングバックと LB、 そして CD もできますね。これ優秀ですね。で能力詳細とプレイスタイルに関してはこんな感じです。でラームはねサンダーストラックアイコンじゃないので、まあ、勝ち負けとかはあんま関係ないといったところで、でロブの達人、大胆なパス、インターセプトプラス予測、スライダー、シールドとめちゃくちゃ優秀だとは思います。ただまあラームね、サイドバック起用してあげるよりかはこのサポジもできるこの CDM アンカーだったりとか中盤起用してあげる方がいいかなとは思いますね。まあ、パスが上手い、足が速くなったカンテみたいな感じで思っていただければいいんじゃないですか。能力的にも身長的にもそんな感じですかね。フィジカルはカンテよりはないですけど、まあ、刈り取りはね、あのパスカットもありますし、ディフェンス高いんですごいいいんじゃないかなとは思います。
で能力的にもまあペースも80超えてますが、サイドバックとしては若干遅い部類にはなっちゃいますんで、うん、今言ったようにボランチ起用してあげるのがいいんじゃないかなとは思いますね。でドリブルが若干低いんですが、身長が低いんで、こっちのラームは全然動かしやすさ的には問題ないかなとは思います。過去作もね、ラームね、アンカーとかで使ったことあるんですけど、まあ全然動かしやすさとかは問題なかったんで、今作もまあ問題ないんじゃないかなとは思います。まあシューター、カンテみたいに同様打てないですね。はい。といったところですかね、ラーム。で、作るか作らないかに関しては、自分は作らなくていいんじゃないかなと思います。価格的にもね、そんなに安いわけではないんですよね。84、86、85、まあ30万かないぐらい、20、30万ぐらいかなで作れるとは思うんですが、それならまあ別に普通に黒カンテとか使ってあげてもいいんじゃないかなとは思いますね。うん、でサイドバックとしても20、30万の選手ってなったら結構ないい選手来るんで、うん、ジョレンテとかもいますし、無料で作れる、無料ではないですけどコスパがいいジョレンデとかいますし、右サイドバックとしても左サイドバックとしても、まあ、カンセロとかもいますし、無理して作る必要ないんじゃないかなと思います。自分は、ラームについてはスルーします。はい、ということで次オタビオに入りたいんですが、一応ねここで余談なんですが、今思い出しました、先週の FC プロライブのカード、結構ねめちゃくちゃ貴重な情報ありがとうございますみたいな、その競技シーンあんまり分かんないんで誰々が強いからおすすめとか言ってたの、意外とそこを言及したら反応良かったんで、いやこちらこそありがとうございます、見てくださって。一応ね先週作ったロディとか、マレンとか、まあ、言ってた選手が結構値上がってというか、ちゃんと順当に勝ってレート上がってるんで、そこはまあやってて良かったなと思ったっていう、はい、ただの余談ですといったところで次にオタビオですね。身長 171cm の役割式がハイハイ、スキル4、逆足4、右利き、バガー付きとなっております。でサブポジに、両サイドできますね。はい、で能力詳細とプレイスタイルこんな感じです。でまずオタビオはねショーダウンで来てるんで、次この、アルヒラルトの、天王山かな、勝てば2上がりするって感じですね。で引き分けだったらプラス1、負けたら上がらないといった SBC になっております。でオタビオなんですが、まあ、この後ねマルコンも紹介しますけど、個人的にはオタビオの方がおすすめかなとは思いますね。まあ、なんでだってこのパス系の、鋭いパス、的確なパス、そしてティキタカ、さっきねそれこそさっきの配信でもめっちゃ言及したんですけど、このティキタカ持ってる持ってないじゃ本当に最後のエクストラパスって言われる、まあ、横の形の横出す、パス、本当にこのティキタカ持ってたらマジでずれないんですよね。だからペドリとか本当にティキタカプラスなんでめちゃくちゃ優秀だと思いますし、クライフが昨日、まあ、修正されちゃいましたけど、サンダースラックのサンダースラックアイコンのクライフがティキタカプラスになってたじゃないですか。あれ大歓喜してたんですけど、レンタルでね大会で自分持ってて使えるんで大歓喜してたんですけど、パワーシュートに戻って残念だなって思うぐらい、もう競技シーンではめちゃくちゃこのティキタカっていうか、もうその強い人たちの間で話題になってるんで、これがあるのは本当にでかいなと思います。自分もしかしたら作るかもしれないですね。はい、でテクニカル持ってて、容赦なしもあって、フレアもあって、トラッパーも。今作のそのありがたいプレイスタイルめっちゃ持ってるんですよね。で能力的にもまあ3センターの一角、さすがに2ボラの一角とかはきついかなと思うんですけど、あと、その4-4ブロック作った時の真ん中に来る選手とか。で使うのはさすがに身長的に171センチなんで、まあ、役割意識ハイハイですけど、さすがにきついとは思うんで、まあ、3センターの攻撃的なポジション。の選手とかで使ってあげるのがいいんじゃないかなとは思うんですが、まあこのオタビオねシュート力も84あって、トリベラは持ってないですけど、一応トリベラもシュート力高いんで打てますし、うん、右サイドで自分は使いたいっすね。本当にめちゃくちゃ欲しいカードになってます。サブで使いたいっすね、右サイド CM とか、ね、うん。でドリブルも高くてパスもできて、うん、でスタミナあって容赦なしだし、これはマジで作ってもいいんじゃないかなと思います。個人的に作るか作らないかで言ったら、素材が余れば一旦ベースアイコン確約に全プッパしてるんで、それが終わって素材が余ったら作ろうかなとは思いますね。ただね今めちゃくちゃ高い黒要求があるんで、うん、そこがあるんで若干ちょっと割高にはなっちゃってるんですけど、まあ、それでもね全然価格に見合った選手かなとは個人的には思うんで、個人的にはおすすめはオタビオ、今週のおすすめはオタビオですね。はい、といったところで次マルコン見ていきましょう。身長 172cm の役割式がハイ、ミリ、スキル4、逆足4、左利き、バガー付きとなっております。でサブポジに RW できて、能力詳細とプレイスタイルこんな感じです。でマルコンはね、まあ、高精度あって鋭いパスあって、
テクニカル、迅速、フレアと、まあ本当に同じような選手に見えて、オタビオとマルコン全然使い方変わりますね。オタビオの場合は3センターの一角が一番適切なポジションかなとは思うんですが、マルコムに関しては普通にはやっぱりサイドの選手かなと思います。シンプルサイドアタッカーと、だからベルナルド・シューバと、アントニー比べてるみたいな、そんぐらい違うんで、うん、どっち作った方がいいですかっていうよりかは別の選手と思って、考えた方がいいんじゃないかなとは思います。で、一応スキューがね 4-4 なんで、まあデンベレとかの方が個人的には好みなんですが、まあ2位上がったらね、サイドアタッカーとしても全然優秀な数値になりますし、まあなんといってもダイナミックイメージがネイマールリスペクトパフォーマンスしてる、まあ実質ネイマールみたいな感じなんで、まあ全然作るのはありなんじゃないかなとは思いますね。まあただ能力上がったとて、まあ、ペース92、シュート85、パス84、ドリブル89、うん、ネイマールでいいかな、シンプルに。あのサウジリーグでネイマールと、もうネイマールのケミ救いたいって方は作ってもいいんじゃないかなとは思いますね。前線の選手でネイマールなんか救えるやついねえかなみたいな、サイドアタッカーでいねえかなって思ってる方は作ってもいいんじゃないかなと思います。基本的にそれ以外の方はスルーでいいんじゃないかなとは思いますね。自分は、スルーしようかなと思います。まだ近年は使ってますし、まあ別にサウジリーグ普通にアイコンがもういっぱいいるんです、カットに、うん、別にケミストリー的にももうそんな困ってはないんで、スルーしようかなって感じですかね。はい、まあ作りたい方は全然作ってもいいんじゃないかなとは思います。ただこっちの方がオタビオよりさらに高いんで、値段も考えたらコスパ的にもまあそんなに良くはないかなと思うんで、基本的にはスルーでいいかなとは思います。はい、次にメンフィスデパイです。身長176センチの役割式、はいはい、スキル5、逆足3、右利き控えめとなっておりまして、サポジン CF と LW、 そして能力詳細プリセル、こんな感じです。もうすでに1位上がったのかな、アトレティコ勝ったんですかね、ちょっと分かんないですけど、まあ、すでに多分上がってそうですね。87で確か登場してたんで、うん、でプレイセリンパワーシュート、こちらがねエボリューションで、散々2回ぐらいエボリューションのデパイねできるやつ来ましたよね。パワーシューターかなんかと、もう1個がフェリックスエボった、センチュリオンストライカーかな、うん、でエボった方も多いんじゃないかなとは思うんですが、まあそのエボってる方はもちろん作らなくていいとは思います。はい、まあ、ただパワーシュートっていうこのサンダースラックのデパイは強みもありますね。はい、で能力的にもまあこんな感じになって、さらにね、ここからアップグレードもされるんで、まあ、あのエボリューション持ってる方はでもそれでも作らなくていいと思いますが、基本的にそれ以外の人はまあ作ってもいいカードにはなってんじゃないかなと思います。個人的にはスルーですね。まあ、なんでかってやっぱ逆足が3なところですかね。それ以外は普通にハイハイですし、それこそ3センターの一角とかで、守備意識ハイなんで使ってあげるのも、シュート力91あってトリベラ持ちなんで、トリベラはマジでめちゃくちゃうまいなとは思います。スキル後の3センターの一角の攻撃的なポジションみたいな、使い方が一番理想かなとは思いますね。うん、で能力もここから上がりますしね、作りたいっちゃ作りたいですけどね。ただまあ、87高いんですよね。30万ぐらいこれもするんでって考えたら、まあ無理して作る必要はないと思います。ただケミ的にも、そのポジション的にもデパイめっちゃハマるんだよな。しかもエボリューションジョアン・フェリックスにしちゃったとか、デパイをエボリューションしてない方で、そういう方は全然作っていいカードになってんじゃないかなと。貴重ですからね、やっぱスキルは思いますね。で能力的にもこっからまだ上がるって考えたら、しかもプレイスタイルもつく可能性あるんで、それ考えたらね全然作ってもいいんじゃないかなとは思いますね。もうおすすめは本当に右 CM、 RCM、 4321の RCM とか3センターの一角の右サイドで使うのが一番おすすめかなとは思います。はい、ということで次にロメロです。身長185センチの役割意識が右ハイ、スキル3、逆足に右利きかなり長いとなっております。でサブポジなしの能力詳細とプレイスタイル、こんな感じです。でスパーズがねまだ勝ってないんで、まだ上がってはないんですけど、スパーズロメロもレッドカード退場して、もう次の試合から出るのかな。まあ、ただね、相方 CB の名前ちょっと今オランダ人の今シーズン移籍してきた、やべ名前飛んだんですけど、まあ、彼が今怪我しちゃったし、怪我人がねベンタンクールも最近怪我してるみたいな情報を見たんで、怪我人今スパーズめっちゃやばいんですよね。11人ぐらい怪我人いるんで、その怪我人のせいで今ガクッと調子落ちちゃってるんで、3連敗したのかな、めちゃくちゃ調子良かったのに。って考えたら能力上がるのもなかなか見込みづらいって考えたら、
まあ、ロメロわざわざ作る必要はないんじゃないかなとは思いますね。ペースがやっぱりまだ76しかないんで、ここが80とかなってたら全然作ってよかったと思うんですけど、もうペース76でこの能力だったら他にいっぱい安いカードであるんで、わざわざ作る必要ないんじゃないかなとは思いますね。まあ、めちゃくちゃねブルーザー持ってスライダーあってパスカットもあってロブの達人持ってる CB なんで優秀なんですけど、で守備値も89あって、まあ、これでしかもアップグレ来たらねめっちゃいいんですけど、ただペースはアップグレ来たとてこっから2かな、上がるのが2しか上がらないから、まあ、ペースはの行っても79ぐらいしかなんないって考えたら、まあ他のカードで十分強い選手いますし、もう大工とかも安いですし、あとプロライブのクリバリとかもうめちゃくちゃ強いんで、そう考えたらねわざわざ作る必要ないんじゃないかなとは思いますね。一応 SBC 価格はそんなに高くない、8483なんでそんなに高くはないんですけどね。まあ8384余って、ただ黒もあるんで、今黒ピック消えちゃったんで、うん、でも黒別に8384ぐらいの黒めっちゃ余ってるよって方で、8384の素材とか被ったりしたら全然作るのはありなんじゃないかなと思います。それ以外の方は別にいらないかな、うん、自分もスルーしようかなとは思ってます。はい、ということで次にイガンイです。はい、見ていきましょう。身長173cm の役割式がハイビリ、スキル4、役足3、左利き、爆発的となっております。でサポジン LM と ST できて、能力詳細とプレイスタイルこんな感じです。でセッター持ってて、ロブタツ持ってて、トラッパーってくるから、まあ優秀っすね、普通にプレイスタイルは。でイガインはもうすでに1勝しててプラス1、84だったのが86になって登場してるのかな、もしかしたら85が86になってるだけかもしれませんが、まあ、とりあえずもう1勝は込みで、登場してるって感じですね。はい、で能力的にもまあ優秀なんですけど、スキル4逆足3ここにつきますね。スキル4逆足3なんで、どんな能力でも基本的には他に上位互換いっぱいたくさんいるんで、スルーでいいかなとは思います。まあ、意外に好きな方とか、パリスカットとかリーガンスカットの方は一応持っておくみたいな感じでいいんじゃないですかね。基本的には皆さんは、スルーでいいんじゃないかなとは思います。はい、で次ダルブリッシュです。身長173cm の役割意識がハイミリ、スキル4逆足5、利き足右の爆発的となっております。でサボジに CF できまして、能力詳細とプレイスタイルこんな感じです。まあこの高精度プラス持っている逆足後、ソン・フンミンとダルグリッシュかな、他はまあいるか分かんないですけど、メタ選手で言うなら大体その辺しかいないとは思うんで、これはめちゃめちゃ優秀っすね。はい、でテクニカルも持ってクイックステッパーでドリブラーも打ててフレアもあると、もう強い、これは強い。でペース高くてシュートもあってドリブラーあって、だからほんとキュンキュン、ドリブルしやすくなったソン・フンミンと考えてもらえたらいいんじゃないかなと思いますね。本当に決定力、シュートもソン・フンミンより上ですし、スタミナもね87あるし、これは強いです。はい、ただ高いです本当に高いです。200万とかすんのかな確か、うん、200万ぐらいすると思うんで、まあ、正直作るならポトムッペ、200万もかけるならポトムッペ、400万ですけど倍近くしますけど SBC 価格は、うん、頑張ってポトムッペに作った方がいいんじゃないかなとは思いますね。ダイブリッシュ別に強いんですけど、他に代用効くんですよ。まあ、それこそソン・フンミンもそうですし、サラーとかもいますし、高精度プラスと逆足後っていうのが強みなんで、って考えたら他にね、似通った選手別にたくさんいるんで、って考えたらダルグリッシュ作るぐらいならポトムッペ作ってあげた方がいいんじゃないかなとは思いますね。はい、自分はなので、レンタルだけ、一応取って、SBC 自体はスルーしようかなとは思います。はい、ということで、最後、バーンズですね。身長 182cm の役割式がハイミリ、スキル4逆足4、左利きの控えめとなっております。でサポジに LM とキャムできて、能力詳細とプレイスタイルこんな感じです。まあ高精度、鋭いパス、テクニカルプラスでクイックステップ、トリベラ、フレアと、まあめちゃくちゃ優秀なサイドアタッカーの、プレイスタイルしてますね。で能力的にもまあ本当に強いとは思います。はい、でバーンズに関してはね、敵にいたらあの推進力めっちゃあって普通に厄介ですし、あの強さ的には問題なく強いとは、言えると思います。まあ、本当に足速くなったベルナード・シューマみたいな感じですね。本当にでシュートもうまいですし、まあ、左利き特有の、あの謎のシュートのうまさあるし、
で、この鋭いパス持ってるんで、パスもね、めちゃくちゃうまいなと思いますね。視野は84で、ショートパスも84しかないですけど、鋭いパス持ってるんで、そこはまあ大丈夫かなと思います。で、ドリブルもまあ全然91ありましてないうちは。で、フィジカルも84あるんで、ほんと推進力タイプでガンガンいけるし、細かいところもテクニカルでできるしっていう優秀なサイドアタッカーなんじゃないかなと思います。で、作る作らないで言えば、まあ価格的にもまあ安いですし、20万ぐらいかな、多分。15万か20万ぐらいで作るのかな。ですし、作ってもいいんじゃないかなと思います。ただ、他に強い選手はたくさんもうこのサンダーストラックでたくさん出たんで、って考えたら作んなくてもいいです。まあ、要は、左サイドオンリーだと思うんですけど、バーンズに関しては。一応高精度持ってるんで、まあ、右サイドもできなくはないんですが、基本的には、左サイドでの起用でトリベラ持ってるんで、左サイドでの起用をおすすめしますが、左サイドのサイドアタッカーで強い選手持ってるとか、別にいらないよって方は無理して作る必要は全くないと思います。自分もスルーしようかなと思います。さすがにね、もうレート87のアイコンってなったらなかなか他の特殊の現役の選手とかでもいっぱいたくさん強い選手出てるんで、わざわざ作る必要ないかなと思いますね。一応そんなに強い選手まだスカットに揃ってない方は全然バーンズ、作るのはありかなとは思います。まあ、ただアイコン確約、さっきも言いましたけど、アイコン確約でバーンズとか結構出るんでね、それなら夢見てバーンズじゃなくてアイコン確約一発やってみるのもありなんじゃないかなとは思いますね。はい、といったところで、まだ今週じゃなくて先週誰作ったに行く前に、今週ですでに作り切っちゃった選手の紹介をしていきましょうということで、まずはバペですね。はい、あ、バペは先週のやつかなんで、今週でいうのはデヨングか。はい、デヨング作りましょうデヨングに関しては作りましょう。これ全員作った方がいいかなと思います。唯一ね、一番勝てそうだったグラナダかなに引き分けちゃって、残り3試合が結構きついんで、バルサは相手が能力アップグレが見込めるかどうかで言ったら正直微妙なところはあるんですけど、作らない選択肢はないかなと思います。やっぱフレンキーのいいところってまず AI が優秀なんで、ポジショニングめっちゃいいっす。守備時も攻撃時もで、かつ、逆足が4になった。で、ボックスタイプとしての使用がめちゃくちゃ可能になった。これもマジででかい。で、トリベラプラス持ってるけど、トリベラは入りません。シュート力上げてあげたら入ります。なのでシュート系の能力つけてあげたらトリベラも全然めちゃくちゃ入るようになる。でもこれは別に強みと思います。で、足速い、ドリブルうまい、そしてこのフレンキーのカードかっこよすぎる本当に。で、自分使っもうだいぶ使って大会でも使いましたし、まあ、1週間ずっと使ってたんですけど、普通にマジで強いっすね。はい、現役の中盤ならトップ5には入る、強さだと思いますし、その選手が 20〜30万コインで、手に入るって考えたらどう考えても作った方がいいと思うん で、しかもさらにアップグレも一応、まあ、可能性はちょっと若干ね低いんですけど、アップグレする要素もまだ残してるって考えたら絶対に作った方がいいと思います。はい、なのでここ、フレンキに関してはマジで一番おすすめなんで、あと8日あるんでゆっくりでもいいんで、作った方がいいんじゃないかなとは思います。はい、といったところで、ちょっと配信してたんでトーンが低いっすね、疲れてるはい、といったところで今週の選手 SBC 評価については以上です。で、来週じゃないわ、先週誰作ったかについて話していくと、前のさっき言ったように、バペ作りました。で、フレンキももうすでに作ってますが、バペはまあもう本当に大会では使えなかったんですけど、大会終わって速攻、現金3万円で作れましたねバペは。で、金のバペとかトレカの素材は一切なしで現金3万オンリーで使ったんで、コインがめちゃくちゃ余りました。まあ、なので、まあ、さっきの配信でね、ミアハム買って試したりとかしてたんですけど、うん、バペ、まあこのバペに関しては強かったですね。作って損はしないと思います。金バペ持ってるけど、金バペ売ってそのコインで作るのありですかとか結構コメントくるんですけど、全然迅速でも早いですし、やっぱクイックステップと迅速の違い、ストレーフかノックオンか、これに尽きるかなと思うんで、先週に引き続きね、バペ悩んでる方は、一言だけ言っておくと、金よりは確実に強い以上って感じですね。か、もしくはノックオン使う、多用する方は絶対こっちの迅速バペ、サイド起用とか、シャドウ起用してあげた方が絶対強いです。で、ストレーフ、真ん中ら辺で縦パス受けてストレーフでペッて加速して抜きたいみたいな方は別に金バペでも十分強いかなと思います。この迅速バペがクイックステップじゃないわ、迅速になったからそのストレーフめっちゃ遅いかって言われたら全然速いの速いです。ただ
クイックステップの一瞬のあの爆発力、近距離でのあの一瞬の爆発力っていうのは、ストレフに関してやっぱクイックステップのバペの方が強いなと感じたので、そこだけですかね。はい、まあ、要は好みです本当に。まあ、ただシュートの安定感とかはマジで全然、強かったんで、こっちの方がまあおすすめですね。1週間使って今また言えるのは、はい、っていう感じですかね。他は何も作ってないよな俺。あは、あとあれだ、フラッシュバックに関しては、オスカルとマンガラは作りました。でマキシマに関しては作りませんでした。てか忘れました。あんなに期間短いと思ってなくて作るの忘れてました。であの3つ、登場しましたけど、全員82とか1万コイン以内で作れる価格帯だったので、全部作った方が良かったかなとは思います。自分もマキシマン作れずに、今すごく後悔してるって感じですね。あんなに期限短いとは聞いてない本当に。はい、まあ、なので作れた方は全員おめでとうって感じですね。まあ、ああいったフラッシュバック今後出たらね、基本的には作っていいかなと。1万コインとかで作れる SBC は今後ね、皆さんも作っていいんじゃないかなと思います、っていうところですかね。はい、という感じで今回の動画以上になります。いかがでしたでしょうか。ちょっと配信直後に撮ってるんで若干トーンとか低かったり、声聞きづらかったらすいません。はい、まだの方はね、ぜひチャンネル登録と、グッドボタン、そして Twitter の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。引き続き FC24 タウンズ楽しんでいくのでお願いします。はい、ということで今回の動画以上です。それではまた次回の動画か配信でお会いいたしましょう。それではバイバイ。ちょっと疲れた。